いろいろお土産を買うとこありますが、皆さんならどこで買うでしょうか。今回の動画はね、ちょっと価格比べということで、いろいろ回ってみました。それでね、動画の最後に、表にして出しますので、最後までご覧ください。まずはじめにウォルマートです。ウォルマートのね、お土産屋さんは、左側、大きなセクションになります。でここはね、パンデミック前と変わらずいろいろなものが売ってるので、一箇所で揃えたいっていう人にはちょうどいいかもしれません。ABC ストアでもね、このような小物は買えるんですけど、ABC の方がやや高いので、やはり軍配はウォルマートかなってなっちゃいますね。特にこのようなばらまき土産、安いですよね。ばらまきキーホルダー12個で7ドル27、24個で14ドル59、普通の大きさのサイズを重点的に撮影してます。このね、ハーフサイズなんか特に安いんですけど、今回は違います。こんなね、グリーンティーもあるし、ハワイアン産のマカダミアナッツ、この辺はね、値段の比較には入れてません。ということで、次のとこに行ってみます。ウォルマートですよね、お土産も一気に揃うんでいいんじゃないでしょうか。こんな感じでね、お土産を買うにはこんなに揃ってるぞっていうのをお見せしました。続いてやってきたのはドン・キホーテ。ここはね、無料のトロリー、はい、バスが止まるんでね、とても便利だと思います。さて、こちらのドン・キホーテの、ドン・キホーテでもね、いろいろとお土産が揃いますけども、キーチェーンとかね、そういうのはあまりないかな。どちらかというと食べ物系が多いような気がします。まあもちろんあるんですけどね、価格の方は後でのお楽しみになります。それでは店内の方へ行ってみましょう。パンデミック前はね、入り口入って左側にあったんですけど、その間に、パンデミックの間にね、どんどんと売り場が変わりまして、ちょっと奥に入った右側になります。こんな感じのね、キーホルダー券もあるし、小物もあるし、チョコレートもたくさんあります。
今ねこれね特別バレンタインなんでねこういうのありますけど、バレンタイン過ぎたらなくなっちゃうんで、とりあえず、ね、値段のね価格比較には入れておりません。そして大きい束は奥の方にあります。こんな感じですね。新しいやつでストロベリークリームウィズチョコレート、なんか美味しそう。ニューって書いてありますね。お値段$5.59。これ人気出るんじゃないのかな。ここもね小物いっぱい売ってます。小さいやつですね。ほんと可愛いのも売ってる。続いてやってきたのはロングスドラッグ、こちらの方のお土産売り場を見ていきましょう。それでは、愛する11番、ここはねコーヒー売り場になります。100% 粉はねケースに入ってるんで、買いたいときはレジの方に言ってください。愛する10番、ここはねジャムとか蜂蜜とかそういうものを売ってます。愛する8番、ここがねチョコレート売り場になります。ここはちょっとね他とは違う変わったチョコレートなども売ってるんで、聞いたことないハワイキャンディー、ハワイアンレインボー、こんなのも見たことないですね。そしてハワイらしい小物、パンケーキ、蜂蜜、ジャム、バラ巻き用のキーホルダーも売ってます。最後の店、フードパントリーにやってきました。ここもね結構小物系のねこういう小さいパッケージの売ってるんで、まあ自分用に買うのはいいかな。あとはバラ巻き、ただちょっとお値段が高めなので、ちょっとねこっちにいる時にね食べるならちょうどいいですけどね。あとは味見がてら、この大きい箱をねいきなり買うよりも小さいのを何個買ってね自分で食べて味見をして、それで大きいのを買うという手段もあります。そしてフードパントリーはね、入ってすぐのところにお土産ありますけども、コーヒーは別のところにあるので気をつけてください。確かここだったような気がします。パン売り場、
ちょうどね卵とかね牛乳とか売ってる真裏になります。こちらの方にコーヒーが売られております。もちろんライオンコーヒーも売っております。そしてねここでもね 100% 粉あるんですけどね、プリーズシーキャッシャー、これねキャッシャーに行って聞いてくださいっていうことです。この右側のねコーヒー結構美味しいです。これねインスタントでも出てるんですよね。あと小さい小分けのパッケージ、ここでは売ってませんけど、この粉コーヒー 100% 粉コーヒーの本物インスタント、そしてお手軽なねこう1本ずつ分かれてる小包っていうの小分けになったのなのでとても便利です。ただちょっとお値段がね高いんでね、まあライオンよりは安いですけど9ドルぐらい違うのかな。でも味はねライオンよりもこっちのマルバディの方が美味しいと僕は思います。マルバディです。ということでね、いろいろ回ってきましたけど、皆さんはどちらでお土産を買うかな。今回ね、いろいろ調べて表にしてみて、やっぱりここかというね思うのがはっきり言って、それが感想ですね。自分の感想、やっぱしここだなって。ただね交通の便とかいろいろ考えるとやっぱりドンキが近いかな。でもねアラモアナまで来てればね、ウォルマート、ドンキホーテ、ロングストラック、この辺は全部回れるのでいいんじゃないでしょうか。それではね、最後に表を見せます。今回の動画、少しの間はこの値段で買えると思います。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。マハロー、バイバイ。